はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何やっていくかといった話なんですが、今回はねこちら、すいません、あとね3日とちょっとで終わっちゃうツアイベなんですけれども、アクセサリー考えずにやっていたよっていう方のためにね、おすすめのアクセサリーっていうものを解説していきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあまあね、皆さんご存知の通り、このツアイベで戦いますとアクセサリーが手に入るわけなんですけれども、今回ですねかなり優秀なアクセサリー3つを紹介させていただきます。まあね、この 6-2 の DC イーグルスとか、ここら辺はね正直やらなくていいです。 3-2 とかね、ムンドゥスとかね、全然いいアクセサリーじゃないで、ね、このチェルシーゴールキーパーで、あともう1個かな、ここだったかな、ゴールキーパー用ユベントスアクセサリーなんだよね。そうだね。で、着用条件、このゴールキーパー、スイーパーゴールキーパー、守護神のところに関しても、まあ、そんなにね、大差ないというか、今まで取っていれば特にプラスアルファで取る必要はないんじゃないかなと思います。で、そんな中でですね、まあ、いろんな優秀なアクセサリーがあって、この4番目のリバプールと、1番目のマドリード、レアルマドリード、この2つのアクセサリーもいいんですが、一番優秀なところ、それはどこかと言いますと、間違えていく、こちらでございます。はい、パリサンジェルマン。さあじゃあまずね、なんでパリサンジェルマンのアクセサリー、今回3つ紹介していくうちの一番初めがパリサンジェルマンなんですけれども、このパリサンジェルマンのおすすめ、センターバックにつけられるもので、コンボ効果でまずパスカット丸がつきます。パスカットスキルの発動率が超アップする。これだけで結構優秀なことわかると思うんですが、まずセンターバック限定ではあるものの、守備意識が超アップします。これすごく嬉しいよね。意識が若干上がるだけで大きな違いが生まれていくと思いますし、センターバック2枚いる中の2枚にねちゃんとつけることで守備意識超アップだいぶ変わるんじゃないでしょうか。でさらにさらにセンターバックのサポーターではディレイ意識とタックルスキルの発動率が超アップ、タックルスキルの発動率が超アップで、かつコンボ効果でパスカットスキル発動率超アップしているので、このねパリサンジェルマンのアクセサリーを揃えるだけでタックルとパスカット両方のスキルの発動率が超アップするんだよね。これアクセサリーつけるだけでこの効果が手に入るっていうのはかなり美味しいです。はい、でじゃあ3つ目見ていきましょう。これが、ヘアバンドなんですが、キープ意識とロングパス意識が超アップする。これロングパス意識が超アップすることでセンターバックがビルドアップもしてくれるようになると、これ嬉しすぎないかという話でですね、まあ別にねセンターバックにビルドアップ求めないよとかって方も全然いいかなと思うんですが、ただですね、まあ、インスパイアフィードだったりね、結構いいフィードスキルっていうものをセンターバックに持たせてる方も多いんじゃないでしょうか。まあ、私は無課金でやり始めたからね、センターバックに何一ついうスキルはついてないんですが、結構ね優秀なフィードスキル、ロングパススキルが今たくさんあるので、それをセンターバックにつけてる方っていうのはこれすごくおすすめです。自分でキープして自分でロングパス出してくれるようになるっていうのはかなりいいんじゃないかなというところでですね、まず一つ目、このパリサンジェルマンのこのレパリジャンのねセット一覧を手に入れて、センターバックがビルドアップもできるし、スキルの発動率も上がるし、守備意識も上がるっていうことで、めちゃくちゃおすすめのアクセサリーになっております。かなりいいアクセサリーです。はい、ぜひね3種類揃えていただけたらななんて思うんですが、それとね同様に同じぐらい優秀なアクセサリーがこちらです。これバイエルンミュンヘンのアクセサリー一覧です。今回はセンターフォワード限定になるんですが、 D-Roten21 のサングラスということでですね、まあ、センターフォワードのアクセサリーで言ったらね、皆さん、まあ、ご存知前田大然のね、もうセンターフォワードのアクセサリーをつけたらみんな漏れなく途中出場をもらえるってあれを皆さん思い浮かべるかなと思うんですが、なんであれはあくまでも、途中出場の場合、今回はスタメン起用のセンターフォワードにつけるアクセサリーになります。まずコンボ効果でドリブル丸というところでドリブルスキル発動率がショーアップ、これだけで十分嬉しい。やっぱねコンボ効果でこれがあるアクセサリーとこれがないアクセサリーじゃ全然違いますので、これはすごく嬉しいです。でまずはメガネでねシュート意識がショーアップ、まあ文字通りシュート意識ショーアップ強いですよね。嬉しい。で、こちらで攻撃意識ショーアップ、キープ意識ショーアップということで、めちゃくちゃ強くないですか。選択先ほどのねパリサンジェルマンのセンターバックにつけるアクセサリーの本当にセンターフォワード版っていう感じで、キープしてくれるし、自分でドリブルで持ってね、スキル発動率も上げてくれてて攻撃意識も上がってるし、で自分がシュート打つぞっていう意識も上がってくれてるっていうことで、
めちゃくちゃ優秀なアクセサリーになってます。このサポーターだけでもね、手に入れておいたらいいんじゃないのなんて思うぐらい強いアクセサリーですよね。はい。で最後がヘアバンドですね。ドリブル意識ショーアップ、もう一回ドリブル、これドリブル意識ショーアップさせつつ、このもう一回ドリブルつける発動率を今度はショーアップするっていうね。でシュート意識もショーアップしてるので、まあ、フリーキックスキル発動率はね正直ちょっと腐っちゃうかななんて思うんですが、このバイエルミュンヘンのセットをセンターフォワードにつけるだけで、まず攻撃意識が上がって、さらにキープドリブルシュートの意識が上がって、ドリブルスキルの発動率が超上がるというところで、まあこれはね強い、これは強いアクセサリーですね。まあ、センターフォワードの途中出場につけるんだったら絶対前田大然のやつが良くて、まあ、皆さんすでにね所持していらっしゃるかななんて思うんですけれども、あのアクセサリーめちゃくちゃ強くてね、私持ってないかな、持ってない説があるな。前田大然のアクセサリー、あ持ってないね、前田大然のアクセサリーのいいところは、どんなセンターフォワードにも途中出場をつけられるっていうところで、もう能力あるぶっ壊れなんですけど、ぶっ壊れアクセサリーなんですけれども、やっぱりねスタメン起用で何使おうってなっていたと思うんですよね。今までなかなかねセンターフォワードにつけるべきの、スタメンセンターフォワードにつけるべく優秀なアクセサリーってあったかなって言われたらなかなかなくて、センターバックはそれがヴィルゼル・ファンダイクセットがあったんですよね。プレミアリーグ回ったら手に入るファンダイク、リバプールでファンダイク倒したら手に入るセンターバックのセットがあって、それがめちゃくちゃ優秀だったんですよ。なんで正直パリサンジェルマンのアクセサリーよりもこっちの方が希少性は高いです。スタメンでセンターフォワードにつけれるアクセサリー決定版っていったような感じなので、ぜひぜひねこれ手に入れてください。余裕がある方はね本当にぐるぐる周回して監督まで持っていくと SWCC かなり楽ちんになるんじゃないかじゃないかななんて思うぐらい優秀なアクセサリーになっております。はい、じゃあ3つ目ですね。今回おすすめ3選って言った中の3つ目いきましょう。それがこの2番目、アトレティコ・デ・マドリードで手に入るアクセサリーになります。ロヒ・ブランコスセットということで、今回はこれアンカーにつけるもので、アンカーのアクセサリーの決定版ですね。これはめちゃくちゃ優秀。まず1個目、守備意識ショーアップ、これだけで嬉しい、これだけで嬉しい。でコンボ効果、展開力です。ロングパススキルの発動率がショーアップ。で2個目、ロングパススキル意識がショーアップ、意識上げてくれて発動率上げてくれる、これが一番美味しいセットなんですよね。ロングパススキルの発動率ショーアップしても意識がね下がっていたりとか、そういうことやったらロングパス結局しないじゃんっていうね。ロングパスをそもそも選択しないからスキルの発動率関係ないじゃんっていう。でもロングパスの意識を上げてくれることでロングパスをする頻度が増えて、結果スキルのね、発動率ショーアップが生きてくるというところでかなり美味しい。でこのサブのマークスキルの発動率ショーアップがめちゃくちゃ美味しくて、まあね今いろんなそのアンカーの選手がいる中でマークスキルってなかなか発動しないんですよね。まあ有名なところで言うとルカ・モドリッチがスパイダーマークとか持ってるんですけど、なかなかねマークスキルって発動しないんですよね本当に。まあ、私は持ってたから分かるんですけど、マークスキル強いけど発動しなくねっていう、それをちょっとでも上げてくれるっていうのはかなりありがたいんじゃないかなと思います。で3つ目、キープ意識とパスカットスキル発動率がショーアップ。まあやっぱりリベンジパスカットが猛威を振るっている時代ですので、そのリベンジパスカットの発動率をショーアップしてくれる。これが別にリベンジパスカットじゃなかったとしても、そもそもパスカットスキルの発動率ショーアップってすごい嬉しいですよね。ってことでですね、このロヒブランコスセットめちゃくちゃ優秀なアンカー用の装備になっております。まあ、一見ね初めの方だけ見ると展開力だしロングパス意識だしすげえビルドアップさせるのかなみたいなね、アンカーにビルドアップさせたい場合はいいんじゃないみたいな、レジスタ使うとかね、まあ、ピルロ使ってますとか、それこそまあモドリッチ使ってますとか、ただやっぱパスカットスキルの発動率もショーアップさせてくれますので、これはね手に入れておくに越したことがないでしょうというところでね、まあ、今回他にも新しいアクセサリー追加はなってるんですが、この3つが別格です。この8番のパリサンジェルマン、3番のレアルマ、あ、バイエルミュンヘン、失礼しました。3番のバイエルミュンヘン、そして2番のアトレティコ・マドリード。この3つのアクセサリーがすごく優秀なアクセサリーになっておりますので、ぜひぜひね、周回していただけたらなと思います。まあね、6番がなんだっけな、アムステルダムか。アムステルダムのね、この OMF のやつも悪くはないんですけど、ディレイ意識ショーアップとかね、いるかって感じで、まあ、このショートパススキル発動率ショーアップ、攻撃意識ショーアップとか、この OMF のね、エリア内仕掛け意識、ドリブル意識とかは嬉しいんですけど、やっぱりね、他、まあその、
決定力上がってるからシュート意識ショーアップとかだったらもっと嬉しかったかなっていうところがあって、若干ちょっと今回は見送らせていただいております。他のところはね、本当に悪くはないんですが、今紹介したパリ、バイエルン、アトレティコに比べたらちょっとパッとしなくなっておりますので、ぜひぜひねこの3つ皆さん取っていただけたらなと思います。私もね全然ね勝てないので、そもそも周回できてなくて、まあアクセサリーががっつり揃ってないんですけれども、 SWCC に備えてね、準備している人と準備していない人でわずかな差で勝敗分かれてきますので、何卒、頑張って周回していただけたらと思う次第でございます。ってことで今回の動画はここら辺で、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様によきゲームライフに乗っております。ちなみにね今日も私はジャパンレジェンズで星5が出なかったので、未だに星5一人です。はい、助けてください。ということでね、皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。